敵です。あ、全然怖いの見つけたかも。外さねえよ。行きます。最後です。脅威ではなかったですね。出発ですね。これをここにと。これ持って帰れねえかな。マジ便利すぎんだよな。ご飯は今日のご飯は、水も滴るいい男に。
てややった、神秘的な力だ。大事に持って帰ろう。手加減したつもりなんだがな。木の実集めならば任せて。子供の頃よくやってたんだよね。どんなものか聞かれると説明に困るんですよね。これをここにと。水しぶきが飛んできやがる。水も滴るいい男になっちまうじゃねえか。出やがったな。それ。剣も使えるんだぜ。
逃がしません。終わりです。私たちの勝ちです。まだまだ強くなるよ。力がみなぎってきた。弱点みたいだな。終わりです。おい、俺にやらせてくれ。気をつけな。はい、けぞ。手加減したつもりなんだがな。また強くなっちまったぜ。気がします。さあ、何を覚えよう。うん、強くなったみたい。自分と向き合う時ですね。これが私。よし、目指せ最強。一味違うアレットちゃん、ボクタン。よし、やってやるぜ。いい力だ。高ぶるぜ。ハハ、最高だな。自分と向き合うとき。よし、よし、よし、強くなっちゃうよ。出やがったな。
身は何だろう。水しぶきが飛んできやがる。水も滴るいい男になっちまうじゃねえか。来たのにまだ終わりが見えない。どれだけ広いのでしょうか。プラフタ夢中だね。当然です。こんなことならしっかりと調べられるくらい準備をしてくるべきでした。勉強熱心なやつだな。でお前は何やってんだ。絶対とんでもないお宝が眠ってると思うんだよね。見つけても勝手に持って帰らないでくださいね。一度アトリエに戻っ、そんなの横暴だ。ほらほら二人とも喧嘩は。楽しんで進めるのはここまでみたいだぜ。お前ら、破れそうだぜ。これでバッチリだよ。やっ、ぐやっ、やったね、イエーイ。
びっくりした。みんな怪我はない？はい、特に問題は。だいぶ疲れちゃってる感じだね。一度休んだ方がいいんじゃないかな。そうだな、俺様が見張っててやるから、お前らは少し休んでな。質問していいですか？質問？はい。ソフィーは錬金術を誰かから教わったんですか？うん、すっごく優秀で厳しい師匠がいるんだ。師匠ですか。どんな人なんです？私の師匠はね、ブラフトなんだ。それってソフィーが探してるブラフタさん？うん、ブラフタは私の家族で錬金術の師匠なの。ブラフタに出会ったおかげですっごく錬金術が上手くなれたけど、まだまだだって言われてて、もっと修行しないといけないんだ。私がそんなにすごい錬金術師に。結論付けるのは早いですよね。まだ私と同一人物かの確証はありませんし。ですが、もしそれが本当だとしたら、少しだけそれまでに私ももっともっと錬金術の腕を磨き上げておきますね。
私も師匠を超えるくらいいっぱい頑張るよ。よお前ら、どうだ、少しは休めたか。はい、十分休めました。アレットはどこ行ったんだ。何言ってんだお前、一人でどこ行ってたんだよ。それはね、じゃじゃーん、これそれは金貨ですか。ずいぶん古いものに見えますが。人財産だ？いいとこ先行るくらいだろう。甘いな、甘い甘い。この金貨1枚で100万コールにはなるね。
金貨1枚で？マジかよ。こんな汚らしい金貨がか？どうにも信じられませんね。そもそも本当に金貨なのですか？文明が使っていたと言われる金貨で、世界で現存が確認されてるのは3枚だけだから。ああ、わかったわかった。そんじゃ、落とさねえように大事に持ってな。それじゃ、出発するぞ。魔物には気をつけろよな。たっぷりなんだぜ。どこに向かいますか？食えそうなのもついでに探してみるか。よし、新しいレシピ出来上がって、作れるものが増えた。新たなレシピを習得しました。新しい道具作れるようになりましたよ。どれにしようかな。材料あった、ここにしよう。うん、いい感じ。うん、いい感じ。ここにしよう。いいこと起こりそうな予感。悪くないかも。いいこと起こりそうな予感。ここにしよう。ここにしよう。ここにしよう。いいこと起こりそうな予感。いいこと起こりそうな予感。
感じ。うん、いい感じ。ここにしよう。そうなるんだ。悪くないかも。これはここ、これはここ、悪くないかも。これはここ、特性はどれに、こんなかパパッと仕上げちゃおう。できた。どれにしようかな。材料はっと、うん、いい感じ。うん、いい感じ。すごいのできちゃうかも。いいこと起こりそうな予感。うん、いい感じ。ここにしよう、ここにしよう。どのとこんな感じ、パパッと仕上げちゃおう。これで完成。どれにしようかな。材料はっと、うん、いい感じ。うん、いい感じ。ここにしよう。うん、いい感じ。悪くないかも。これはここ、これはここ、これはここ。特性はどれに、こんな一気に仕上げるわ。これで完成。何を作っちゃおう。材料はっと、うん、いい感じ。うん、いい感じ。うん、いい感じ。いいこと起こりそうな予感。悪くないかも。ここにしよう、ここにしよう。こんなかパパッと仕上げちゃおう。できた。どれにしようかな。どれを作りましょう。材料を選びましょう。草原はいいですね。草木に隠れてない分、素材も見つけやすいですし。直したりするから、どこに行っても鉱石は需要があるんだよね。てやん、えい。鉱石は何かとよく使う素材です。絶対にもし、どれにしようかな。どの道具にしましょうか。材料にしましょう。素晴らしい。いい調子です。いい調子です。
ここにしましょう。これは期待できそうですね。素晴らしい。ここにしましょう。特性はどれにしましょう。これで最後の敵を抜かずに調合終了。会心の出来ですね。どれを作りましょう。材料を選びましょう。ふむ、理論的に考えた場合、まずいい調子です。ふむ、そうきますか。興味深い。これでいい調子です。素晴らしい。これでこれでいい感じ。
くないかも。これはここ、ここにしよう、ここにしよう。うん、いい感じ。特性はどれにする？これでパパッと仕上げちゃおう。できた！何を作っちゃおう。どの道具にしましょうか。材料を選びましょう。さあ、調合開始です。いい調子です。これで素晴らしい。いい調子です。錬金術の神王、いつか必ず。素晴らしい、素晴らしい。これで興味深い。これは期待できそうですね。興味深い。特性を選びましょうか。これでいいです。では仕上げましょう。調合終了。どれを作りますじゃあ。どこに行こうかな。出発ですね。取りすぎはダメですよ。へへ、どこに行くんだ。私が
売る分は必要な分に入れていいんだよね。見つけた。てやん、てやん、あった、発見。これでいいんだよね。よし、頑張っていこう。やん、そこ。宝石は何かとよく使う素材です。絶対に持って帰りましょう。お、これって素材だよな。向かいますか？頑張ろかな。
さーて、帰ったら何を作ろうかな。